ははい、えー、こんにちは花太郎です今日はですねあのちょっと昔のドラマになるんですけど「えー、とオレンジデイズ」ですね「オレンジデイズと」えー、とこちら、はいあの「あなたのことはそれほど」ですねはいそちら2つの感想を言っていこうと思ってますのでよろしくお願いいたしますと。 で、まずこちら、オレンジデイズですね。で、あの、こちら、あの、2つのドラマともね、まだ7話までしか見てないんですけど、そちらのざっとした感想になりますので、よろしくお願いいたしますと。で、オレンジデイズの方はね、もうちょっと公式がないんで、一応、えっ、ー、と、こっちですね。登場人物まとめてみました。まあ、あの、まあ、有名な方ばっかりですね。妻夫木さん、柴崎さんと瑛太さんとか、こんな感じで出られてますちょっと。あとね、今7話までしか出てないこの他、この後にもね、またちょっと有名な方とかも出てくるみたいなんで、えっ、ー、と、楽しめる感じ になってまますすのでよろししくお願いいたしますって感じですね。で、大体のお話ですね。こんな感じですね。まあ、何が楽しいかって感じで書いてますけどね。その人たちが住んでる世界を見に行くのが楽しいドラマと。はい。そんな感じです。で、基本的には青春群像劇で、えっ、ー、と、こちらの学生さんですね。学生さんの1、2、3、4、5人ですね。5人がメインの話になっても、まあ、その他ちょこちょこあの人が出てくるよと。はい。そんな感じになります。で、こちらに関してはね、あのー、 こちらに書いてたかなこの北川絵里子さんですね。まあ、有名な脚本家さんなんですけど、やっぱり、あのー、好きな方も多いドラマって感じになりますね。で、えー、とこちらに関しては、やっぱ大人の悩み、子どもの悩みっていろいろあるんですけど、ちょうどその中間ぐらいですね、学生さんっていうちょっとふわふわした、そのまあ、 3年なり4年なりの学生生活の中でのそのお悩みをっていう感じですね。うん。だから、どこに行くのかはっきりしてない感じの、だから、社会に出る前の感じですよね。だからその辺がやっぱり学生 系ののややつはっっぱりドラマになななるんじじゃないいかなと思いますすて感じですねだから高校生のドラマとまた違いますしね、中学生のドラマもまたちょっと違いますしって、まあ、そういう意味ではその年代年代によってね、ちょっとあのドラマになるところが違ってくるのかなと思ってますって感じですね。で、あとは全体で言えばやっぱりんだろうな。 本当に見てる感覚としては、何ってそんなに大したことが起こるわけでもないし、まあちょこちょこは起こってるんですけどね、でも全体的に言うと、やっぱりね、その人たちが住んでる世界というか、まあ、生きてる世界をですね、なんか見に行くのが楽しいと、うん、そんな本当に感じにはなってる感じはしますよね。で、もちろんあの主人公のこちらのですね、まあ、柴崎幸さんとかも、 耳が聞こえないでしわでっていうのもあるのはあるんですけどそこもまあちょっとしたアクセントぐらいな感じになっててっていう感じですねそれぞれなんとなくこういろいろ考えてるよなとでその人がなんとなくその同じキャンパスの中でまあ授業があったらあってねっていう感じになってるとうんこれはでもなんかいい感じですよねあとまあドラマとして言えば ななんだろうな大人のドラマになったらやっぱり利害関係とかねその <laughs> 生活とかお金とかっていうこともな考えね入ってくるんですけどその辺もなんとなく不安とした感じでのもうちょっとななんだろうな悩みの感じがいいのかなと思ってますって感じですねだから自分もね何がいいのかって言ったら何ちょっと難しいんですけど好きなドラマって。 って感じですか、ね、うんそんな感じですとはいそんな感じですね。あれこれ うん、そんな感じです。で、あとは、まあ、それをね、後押しするのが、まあ、ミステルさんです。ミスター・チルドレンさんの音楽と。うん、そんな感じですね。あと、まあ、ミスター・チルドレンェン桜井さんとか、なんか永遠の、なんか学生みたいな感じですよね。なんか <laughs>、その辺が、もうずっとみんな年取ってからもずっと、まあね、あのー、桜井さんの歌とか聴いてるんだろうなって感じで、やっぱりぴったりですよね。<laughs> すごいですよね、と。はい。そんな感じで思って、楽しく見てますので、自分もね、あの、まだ7回 7, 7回まで,7話までしか見てないんで違うな。 あ、6話かな ?6 話までしか見てないんで、この後ちょっと楽しみにしていこうと思ってますって感じですね。はい。じゃあ次がですね、こちら、あなたのことはそれほど。これはですね、2017年なんで、まだ比較的ね、新しい感じだとは思います。で、自分もなんか噂によると、その東出さんがなんか怖いらしいぞっていうのぐらいを知ってた感じですね。その時はそのドラマをあんまり見てなかったんで、でもそんな感じです。でもこれはね、自分的にはちょっと面白いです。<laughs> はい。そんな感じですね。うん。 うんまあみんなねこんな感じですね。<laughs> でも基本はねちゃんと4人でぴっちり回していってる感じとかも好きですし。 なんかいい感じなんですよね。で、そちらに関してはこんな感じでまとめてました。シリガル女性と抜け抜け男の話ですね。だからどちらも本当に美男美女ですね。はるさんも、はるさんもどっちもね、美男美女って感じ。まあこちらの方もかっこいいしですし、もうみんなかっこいいと、かっこいいしかわいいよと。<laughs> そんな感じなんですけど、やっぱね、はるさんの感じの、やっぱね、んなんだろうなぁ。 陣でまあ、清素系じちゃ清素系なんですけどちょっと軽い感じもしてっていうのもありますしあとはそのあれですよね誰だっけ忘れちゃった。 ちょっと名前が出てきませんけどあの大女優さんですね阿生由美さんか阿生由美さんと娘だって言われたらなんとなくそういう感じになりますしその辺もなんか絶妙なキャスティングですよね <laughs> うんそんな感じですかねで楽しめてるって感じですねでこれはねだから自分も感じて不倫のドラマってみんな意外と好きじゃないですかみんな意外と好きだと思うんですけどどっちかといえばやっぱ男性が見て楽しいドラマなんじゃないのかなって っていう感じはするって感じですね。だから自分もなんかね、評判だったのかなと思って、なんか Yahoo のレビューだこれみんなこれ、みんな本当に面白かったんだろうなと思って見たら意外と点数が少なくて、それはやっぱり女性から見てでしょうね。なんか女性から見て、それこそまあ今ね、夫婦の方とかから見て、こんな人がこんなことをやられちゃったらもうたまんねえよと。<laughs> そういう感じの点数の低さなのかもしれないですねって感じですね。あとまあ、あの、 鈴木だね鈴木伸之さんですね。ちょっと名前をね、よく間違えたので、鈴木伸之さんとかも、昔からね、基本的に鈴木伸之さんのお芝居ちょっと好きなんですよね。スキッとしてて、なんか、闇がない感じの演技が好きなんですけど、それプラス、この、なんか、こうニコってして、やっぱり童顔ですよね。童顔で、可愛らしい感じの、その抜け抜け感。で、まあ、今ちょっと、あの、6話ぐらいまでになったんで、ちょっとピンチになってるんですけど、それもそれでね、ちょっと楽しくて、だから、この、なんだろうな、 この人情味あふれるって書いてるけどやっぱり、ね、かわいい人かわいい人というかねいわゆる綺麗な人とかかっこいい人っていうのにそういうちょっとこうダメな部分ですよねダメな部分とかをつけるとやっぱ楽しくなるんだろうなとうん思ってますねもう愛さず愛,愛さざる得えない2人ですもんね。<laughs> <laughs> そんな感じです。でもそれは実際自分が別に不倫したこともないしされたこともないし全く関係ない世界で生きてるから楽しめるんじゃないのかなと <laughs> 思ってますって感じですね、うん。だから自分みたいに独身でうだつの上がらない男性とかが見てもちゃんと楽しめるんじゃないかと、うん、そんな感じで思ってますって感じですね。あとはこの女性ですね。この女性女性にはどう見えたのかに関してはやっぱりリアルでそういうのを体験してる人とか 学ったらちょっととんでもねえ話だなと <laughs> なるのかもしれませんって感じですね。うん、あとはねやっぱそのハルさんに関してはやっぱ綺麗な方なんですけどなんかね自分がの感じで言うとやっぱね体となんか心というかなんか心とまあせりふってあるんですけどなんかねちょっとなんか持て余してる感じがんかそのハルさんの魅力なんじゃないのかなと思ってるんですよね。うん なんかその辺の感じもなんかふわっと出てて、なんだろうな。で、どちらかといえばやっぱ器用か不器用かって言ったらそんなに器用な役者さんではないと思うんですよね。でもその感じがちょうどはまって、うん、楽しいって感じかな。うん。あとはその、なんか罪悪感とか、そういうのとかに関するその考え方とかも、 ねえでもそういうのってなんかあるような気もするんだよな,なんか <laughs> うーんそうですよねいいですよね中里さんもなんかとなくちょっと怖くなって怖いような、ね、そういうぐさぐさっと入れていくのかも感じもそうだしだからそそういう意味ではこのドラマの世界観ってやっぱり原作の りょうさんですかね。前ちょっとね、間違ってきたんですけど、うさんの漫画の世界観なのかもしれないですけどね。うん、ちょっと楽しく見れてますので、まだね、見てない方とかは、こちらも、これ楽しめるけどな。<laughs> そんな感じですので、2つともおすすめです。こちらと、あとこちらですね。オレンジデーズ。これはもうね、みんなその学生生活、そうそうです。あとは、ちょっと自分が思ったのは、あのー、 自分もね、学生の時見てたドラマで、で、学生がその主人公のドラマって、やっぱりい,いつまでも覚えてるんですよね。自分はその愛という名のも,もとにとか、をさまあ友達とかと見てたりしてたんですけど、そのなんかドラマっていう、いわゆる大衆エンタメですよね。大衆エンタメと、その学生なんとかってなんか合うのかなと思って、そう思ったら、その4年に1回ぐらいね、その学生ドラ,ドラマがあってもいいんじゃないのかなと。そしたら、あ オレンジデイズ世代ねとかなんとか世代ねみたいなこうほら色分けができるじゃないですかうんそれはそれでじゃあオレンジデイズとあれとの狭間だよみたいなねそういうのもあってもういいのかなと思いますねって感じですねこういう単純な青春ドラマって今作りにくいのかなあとロケとかが大変なのかちょっとわかんないんですけどねやっぱり出てきてほしいですよねなんかねうん そうですだから好きって言ってる方もやっぱりその世代だった人が、まあ、やっぱり一番好きなんだろうなと思いますしねはいそんな感じですのでまあ2つともねなんかあのギャオとかもやってるしフールとかまあちょこちょこ多分見れるところあると思うんで自分はちょっと TVer で追ってるんですけど、えー、ともしよかったらねそちらで1話はどっちも多分今も見れると思うんでもしよかったら見てくださいということで花太郎でした失礼します。